お化粧伸ばさせていただきます。はい、皆さん、はじめましての方もいらっしゃると思いますので、自己紹介させていただきます。皆さん、こんにちは、こんばんは。はい、はい、どっちかわからない時間なので両方混ぜちゃいました。はい、ということで、ロック歌っております。美しい咲く双子の札に葉っぱの葉、美咲双葉と申します。自己紹介考えてません、ごめんなさい。よろしくお願いします。美咲双葉です。自己紹介で何かっていうと、私改名してまだ何回5回目ぐらいのライブなんですね。はい、美咲双葉でやっております。前の名前で覚えちゃった人申し訳ないんですけども、美咲双葉で覚え直していただけたらと思います。はい、なんで笑いが起きた、大丈夫？はい、ということでですね、今日はすごいありがとうございます。本当ドラムとすごいね、私バンドで歌ったの去年の夏に1回あるんですけど、であとあれですね、初ライブ前に解散したバンドを組んでいたんですけども、はい、その、まあ、2回目ぶりということでですね、すごく嬉しく思っております。はい、皆さんね、私心地よく歌っておりますので、皆さんも心地よく乗っていただけたらと思います。はい、で次の曲なんですけども、ちょっと手袋外します。なんでかってロックじゃないんですよ。バラードでもないんですけど、もう私ロック歌いすぎてこれバラードに聞こえてきちゃってるんですね。はい、でも、まあ、知ってる人知らない人いると思うんですけども、知ってる人は声出していただいて、知らない人も適当に声出していただいて、まあ、ふうやんって叫んでいただければ、もう私歌ってるのを遮って大丈夫です。ふうやんって声出していただいて、ゴールデンウィーク最終日ですので、皆さんで声出して、声からして、ゴールデンウィークね終わって、次ね、明日みんなで声からして仕事に行こうっていう企画を立てておりますので、皆さん最後まで楽しんでいってください。じゃあ次の曲聴いてください。
黒木ね、最近飲んでないんですよ。ちょっと最近ね、私4月の終わりも舞台やってまして、ちょっとお酒控えてたんですね。今日から解禁しますので、ええってなんで<笑>皆さん今日頑張って笑っていただかないと、私お医者お酒が飲めないですので、頑張って効果上げてください。はい、ということで私お久しぶりなので、告知してラストの曲に行きたいと思います。次のライブはですね、来週2本3本あったかな。5月の11日、ごめんなさい、私ちょっと自分のスケジュール把握しなくてですね、来週に四ツ谷ハニーバーストに2日連続あって、その次か19日もモルガーナさん出させていただきます。あ、告知しちゃダメだったかな。あ、ダメだったら聞かなかったらごめんなさい<笑>大丈夫かな。大丈夫ですか。19日もお邪魔させていただきますので、よかったら遊びに来てください。ありがとうございます。すいません。舞台の役がまだ抜けてなくてですね、ちょっと全然5月のスケジュール把握してないんですけども、 Twitter の一番上にあの固定ツイートであのスケジュールに載せてますので、もしあの普段のロック聞きたいなと思ったら、今日はロック魂で来てるんですけども、よけたらよかったらぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。さあ皆さん、次でラストの曲なんですけども盛り上がる準備できますか。声出す準備できてますか。はい、ありがとうございます。 盛り上げといてね、ストーンって下げてしまったんですけども、次の曲、最後に、もう今日ダメだね、カミカミで申し訳ないんですけども、歌は歌詞は噛まないように頑張りますので、皆さん、ラスト盛り上がれますか。声出す準備できてますか。くどいよね。はい、さっさと最後の曲歌いたいと思います。それでは最後聴いてください。初恋サイダー。回答はそれは。